そう、あと3日でお誕生日なんです。目薬さした。リスク食べる全部報告するスタイル。リスクとかミンティアとか全部2個ずつ食べます。あ、3個の時もある。なんか足りないんですよね、1個じゃ小さくて。誕生日おめでとう、ありがとうもっと先なんですけど、ありがとう。一番早かったわ、じゃあみんなが一番ですね。一番にお誕生日おめでとう言ってくれた。そう、フリスクね、そうなの、すぐなくなっちゃう。フリスク初めて食べた。いつもミンティアか、なんだっけ、大きいやつ、シーブリーズしか今名前出てこないシーブリーズなんだっけ、大きいやつ、いつもあれだからさ、初めて食べた。美味しいね。あ、エフェクトつけれるじゃん。お、すごいすごい。これでちょっと加工を取っていきたい。なんか目とかもすごいね。色だけ明るくしたいんだよね。これでいいかな。なんだっけ、なんかスースーするやつが昔から大好きで、ガムとかすごい、昔はねガムが好きだったの、スースーするガムが。なんかさ、食後ってさ口がスースーしてた方がなんかすっきりするからよく食べてましたね。でもガムはさ、なんか出さなきゃいけないから、こういう結局タブレットに落ち着くっていう感じ今日が誕生日みたいになってるかな。今日誕生日ってことにしようずるい。道でガムをペットするしちゃダメだよね。論外論外です。ダメどころじゃないよ。今日さちょっとむくんでるんだけど、配信しちゃった。すごい怖いことがあってね、私7時半に配信始めるって言ったじゃないですか。で、まあ、ベッドで YouTube 見てたんですよ。そしたら2時くらいかな、2時、いや1時半くらいかにベッドで YouTube 見てたんだけど、なんか気づいたら寝てて、で起きたら真っ暗で、まあ部屋も電気つけてないから暗かったし、外も真っ暗で、あれ待って、起きて多分2時くらいかなって予想したんですよ。でも、あ、もう終わった、あー終わった、これはどうしようと思って、あーやらかしたなーって、これはもうどう早まってもダメだと思って、完全にすっぽかしたってなって今すぐに謝るべきか、もう一回寝て朝謝るべきか、そして明日も配信する予定なんですけど、一応ね今のところできたら明日配信するときにどう許されようかすっごい考えてたの、はあ、これは、まあ、謝るだけじゃなと思って、それなりの責任を負わなきゃいけないな、責任を負うとしたら
何かファンの人が喜ぶようなことを提供しなきゃいけないなってすごい考えて、メイド服とかでやるかとかいろいろ考えてたら、時計見たら5時半でした余裕すぎた、全然余裕だったそう、いや2時とかだと思ってたからさ、こんな夜に行ってもなみたいな思って、明日の朝4日悩んでたんです。なんかそうよかった、安心しました。あ、メイド服着たら許すよじゃあ今度やらかしたらメイド服着て謝罪配信します。短い睡眠なのにやたら寝た感ある時あるよね。そうなの、めっちゃ寝たと思っちゃった。やらかさないかなやらかし待ち、みんなやらかし待ちしちゃうじゃん。アラームかけてないの、もう寝ると思ってなかったから私、もう寝る気なんてさらさらなくて、寝るなんて思ってなかったんですよ。寝ちゃったよね。もうテストの安心感ですね。あち、あち、寝ちゃった。そうかしたすぐ見ようとする。あ、なんか久しぶりにあのずっとお手紙もプレゼントも受け取れてなかったので、ちょっと劇場に行って受け取ってきました。でこれもね、いただいたの、その時にありがとうございます。お手紙もね読みましたよ。ありがとうみんな。結構ね前のこと書いてあったから、多分何ヶ月受け取れた、3ヶ月くらい空いてたのかもしれない、前回もらったのから、もしかしたら、うん、3ヶ月以上かな、うん、7月くらいからもらってなかったかなと思って、まあありがたいです、ありがとうございます。誕生日まだなのになんてテロップ言わないの。これはね、だから2週間ぶりじゃないですか、私ショールームやるのが。その間にモンブランだってモンブモランボンさんとのタイアップ企画が発表されたり、なんかその間にも歌番組 NHK の音楽歌コンとかあったり、まあ、ちょっとお祝い事があったので祝にしてみました。やばいよ、内緒にしてよ、みんなここだけの内緒だからね、言っちゃダメだよ。テストもそう、テストも終わったっていうね、まあ、私的に嬉しいことが重なった今日です。遊びに来たよ、何でんかんでん。切り抜きされるか大丈夫ですねえ、私切り抜きされすぎじゃない、みんなちょっとそこの切り抜きしようとしてる君、メイクしてる時にしてなんてみんなにしか見せてないのに、うん、本当に暑い、あー暑い、うん暑い、熱々のさホットミルクとさココア入れて、このさサーモマグ、なんかあったかさが続くマグカップに入れたらさ、熱すぎて
いのめっちゃ、うん、暑い。ここであなた NHK ニュースで生出たよ。あ、私 DM でファンの方から聞きました。なんかあれだよね、なんか画面見るたびに私が自分の顔がむくみすぎてびっくりしちゃうんだけど、まあそんなことはいいんですよ。あれですよね、あの沼ハモルーマーの三重高校の方が出てて、そう、私のさ告白シーンで相手役してくれた男の子が出てたんだよね。そう、ファンの方からね DM で送られてきた。あ、そう、本当に好きになっちゃいましたみたいなやつだよね。推しになったみたいなやつだよね。嬉しいね。藤川くんっていうな。藤川くん、藤川新規そんなことある？魔性の女や私。そんな、なんか嬉しいよね。違う、なんかね、違うの、藤川くんね、なんかニックネームがあって、立ち位置表とかにもねなんか違う名前で書いてあったんだよね確か。うん、そうそうそう。これ本名がねあんまり見慣れ聞き慣れないんですよ。そう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 、名前の方しか分かんなかった。フッジーフッジー告白新規ですとか出てくるか告白新規、嬉しいね。人からでもなんか面白い、番組分かってるというかコメントが面白いですよね。推しになったみたいな感じなのかな。ちょっと待ってね、なんか心苦しくなってきた。ありがとう、誕生日おめでとうって言ってくれ。ねえ、私何回これやるの、もう。ねえ、もうやだよ。ちょっとねえ、またやんのこれ。もうどう、なんか私、はあ、疲れたよ。やめてよ本当に。もう。びっくりした。本当にやめてほしいね。困るって。もはや持ちネタだよね。そういうね、配信するね。心苦しい横顔そう、誕生日の日、給料日です。お、おめでとう。楽しみだね。そうだよね、私の誕生日給料日だから覚えやすいって言われたことある。好
スキンケアとか何してる？朝と夜で違うんだけど、朝はちょうどあるのもうね、隣にあるんだけど、朝は洗顔、ハトムギ、あ、ビオレの洗顔ジェルみたいなやつで洗顔した後に、このなんか安い、なんか薬局で一番安い化粧水買った朝はいいかなと思って、何でもこれスキンローション派ってやつを買ってかけて、でちょっとローションっぽいからこれでマッサージちょっとして、これサボリーノのクリーム塗ってる。夜はハトムギ化粧水でコットンパックして、ハトムギ化粧水の乳液塗る。以上で、たまに1週間に3回くらいこのねピーリングのシートで顔をね拭くとザラザラとかがなくなるからいいんですよ。こうやってねデコボコしてるの、これで優しくくるくるしてお肌をツヤツヤにします。終わりです。あと朝は気分によって、なんかこれよりちょっと保湿力が高いのがこれだから、このさお白いミルク、冬とかはこれを塗ることが多いです。おじさんも使ってみて。私のお父さんが去年一昨年の冬くらいにすっごい肌が荒れちゃって、ニキビとかじゃないんだけど、こうザラザラして赤くなっちゃってたの。だからその時はね化粧水と乳液をね買ってきて、それ使ってもらったらすぐ治ってたから、ぜひ男性でも全然。その時お父さんにはねイソフラボンの、無印の化粧水とイソフラボンの乳液を使ってもらってました。おしゃれミルク気になってるよね。使ってみて。ちいちゃんは肌が白いからあれがいいよ。ちょっとピンクっぽいやつとベージュのやつがあるからピンクっぽいやつがいいと思うよ。おじさん使ってみます。使ってみて。あ、みんな結構いろいろ使ってるんだね。中山きんに君さん中山きんに君さんが使ってる保湿クリームもいいんだって。 OXY のヒアルロン酸入り美容液かな、保湿乳液かな、使ってる。今目の周りが赤くカサカサ。あー、そうなんだ。目の周りだけだったらニベアとかもいいんじゃない、ワセリンとか。ワセリンはテカテカしちゃうから寝る前とかにして、普段はニベアとか塗ってみたら良くなるかもね。治りますように。僕は指原さんの豆乳のやつで使ってます。あ、いいよね。私豆乳イソフラボンのアイクリーム買いたくて、最近目元のケアって大事って言うじゃないですか。目って年齢出るみたいな言うじゃん。私さよく笑うからさ、多分将来笑いじわとか出るのかなとか思ったら、今のうちからケアした方がいいかなと思って。ここ数日一気に寒くなっていきなり手が荒れ始めた。私もハンドクリーム塗り始めた。ねえ、乾燥するよね。目はイニスフリーの、あ、緑のやつ私使ってた。スースーするやつだよね、コロコロするやつでしょ、違うかな。いいよねあれ、むくみがなんか取れる気がする。昨日のメール打ち間違いよ、おか、嘘、ごめんね。どんなメール送ったんだろう昨日。長いやつだよねちょっとね、ごめんね、打ち間違いよくしちゃうんだよね。
当だ、思って送ったんだけど全然違うじゃん。ごめんね、よくしちゃうんだお母さんとかお父さんに LINE、 お父さんとかお母さんから LINE 来る、なんかここはこういう、なんかここ間違えてるよみたいな、メール打ち間違い多いよって言われる。秋花粉が出始めました。くしゃみ連発して脇腹筋肉痛。秋花粉の時期か、だから私も肌の調子が悪いんだ。肌の調子良かったのに、一時期またなんか気になり始めた。乾燥とか季節の変わり目だからね、やっぱどうしても調子良くなるよね。調子悪くなるよね。今年の花粉はかなり多いらしい。そうなんだ。やだね。マスクあれは大丈夫、なんか肌がマスクに適応するようになった人類って進化するんだね。ルーシンが読んでも大丈夫じゃないもん、場面もください両親が読んでることあんま意識してないですよ私。あ、届いてる。あ、ね、教えてくれてありがとうね。ちょっといつもより遠くて見つけられなかった。萌え萌え、たまありがとう。萌え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 元気？なんかお仕事忙しくなるって言ってたような気がするから、この間の。今はまだゆっくりできてるのかな。頑張ってね萌え萌え、お仕事いつもありがとう。マスクで擦れて耳裏が荒れちゃう。うわーやだね。紐のマスクは痛いというか擦れやすいのかな。あれにしてる私、幅広の快適なんだっけ、水色のさ、なんだっけあれ、思い出せん。これいいよ、おすすめです。超快適マスク、それそれだよ。ぜひ。話したいこと溜まってたんだけど、なんかいざ始めちゃうと忘れちゃった瓶数です。ちょっとリップ塗りました。瓶セブンの柔らかマスクがいい。おーらしいよ、セブンのマスクもいいんだって。布のおしゃれなマスクは普段しないの？しないかな？なんか不織布？ちょっと安心するかも。でもファッションするのも可愛いけど、洗うのめんどくさいから洗うの嫌いなんだよ。選挙いけるやん、ギリギリ18歳。そうなの、私選挙権届きました。今年はお母さんと一緒に投票しに行こうと思います。うん、テスト期間だったんだけど、
まあ、ニュースもちょっと気にしつつ、いろいろあのなんだろう、公約一覧とか見たりしながらちょっとだけ進めてて、勉強をあの選挙に向けてね。テストも終わったし、まだちょっとねテストみたいなやつが残ってるんだけど、そうまだあるの、まだある試験みたいなのねあるんだけど、ちゃんとお勉強してから決めようかなと思って。間違えて自分の気をつける、自分の名前書かないでしないと。選挙の日は外食するんだよね。ちょちょちょ、いい感じ。投票行ってかい、ダダダダダ。あ、ザ・ピースか。ピースだからだ。ちょうちょうちょうと全然つながんなかった今。最近はリオちゃんと毎日 LINE してる。もう2ヶ月くらい毎日 LINE してる。ワクチン2回目は大丈夫だった？大丈夫でした。大丈夫。うん、熱出たけど。ラブマシーン。生まれてないのかな、多分。生まれてないかも。もう選挙って難しいよ、なんか。なんかさ、公約一覧見たんだけどさ、やっぱ公約だからさ、あ、全部いいなと思っちゃうんだよね。あ、この党もいいし、この党もいいし、この党もいいな、みたいな。この枠で言ったらこの党が一番いいし、この枠で言ったらこの党が一番いいし、みたいな。結局さ、どこも良くて、なんかわかんなくなっちゃう。うん。となんか、そんなさ、ちゃんと知識がないからさ、政治とか、この、社会についてのこれを したらどんな、逆にどんな悪い影響が出るかとか、そういうのがわからないから、うん、そんな状態で投票 していいのかな、無責任じゃないのかなってすごいいろいろ考えて難しいんだけど今。そうか、なるほどね、必ずやってくれるわけじゃないのか。あ、そういうの見てみるね。確かに過去の公約をちゃんとやってるかどうか見てみる、それも大事だよね。ベストではなくベタを選ぶ。なるほどね。うん、すごい難しくて、白票を入れる、なんかこうしてさ投票しなきゃと思って、なんだろう、せっかく選挙権もらえたし選挙に投票しようっていう思いがあって、で選挙にあの政治とかに関心を持ちながらニュースとかでねいろいろ情報集めながらやってる人ってどれくらいいるんだろうね。
なんかまあこれ難しい話だからさ、あんまりみんなの前で言わない方がいいのかもしれないけど、マイルドに安全な感じで話してみると、投票率って、投票率を上げることが大事なんだろう、投票率を上げよう上げようってなってるけど、関心を持ってる人を増やしたい、増やしたら増やせたらいいよねって思うよね。そう、有名だから入れようとかさ、やっぱ若いとなっちゃう気がする。果たしてだからそのじゃあ適当に、まあ一番有名だしこの塔に入れるかって言って入れた人がもう1000人くらいいて、投票率上がったわーいってなっていいのかなって思っちゃう。だからまあちょっとだけでもね、なんか見れたらいいよね、ニュースとかね。確かに有名な人に任せればいいやって思ってるんだったらそれはそれでいいのかな。投票率上がるとその層に受ける政策しなきゃってなるから意味はあるのよ。あーそっか、どれくらいの人がそもそも投票する、そもそも政治、選挙に投票しようって思うかどうかっていうのも大事ってことか。うん、確かに。そう、まあそういうなことをね考えたわけですよ。だからとりあえず、まあ、私はちゃんとある程度自分の考えを持って自分が信用するところに投票しようって思いました。18歳になる、投票権を手に入れたばかりの私からの考えでした。ちょっと楽しみだな、ちょっと嬉しいな、なんか大人の仲間入りって感じで。名前を書き間違えない、分かった。名前書いてあるのかな、覚えてなくても大丈夫かな。怖いねそれ、書いてあるんだ。選挙終わった後もその人の活動をチェックし続けると、ああなるほどね、ひらがなでもいいんだ。その人の名前忘れない誰に投票したっけみたいな。万円筆、
投票用紙の手触り独特。なんか楽しみ楽しみ。そんな感じなんだ。投票所に一番乗りすると投票箱の中見せてくれるよ。すごいね。3枚投票用紙があるの。2つ折りにして入れるの。政治経済って今の高校生授業でやるの？私はやんなかった。受けたかった。でも、そういう授業が増えたらいいのになって思う。歴史とかさ学ぶのも大事、すっごい大事だと思うんだけど、もっと大事なことってあるよねって思うね。薄いプラスチック、どんな紙？紙なのか。ドラマ最愛面白いのでぜひ見てください。録画しました。まだ見れてないけど録画しました。折っても勝手に広がる。すごい。政治経済と金融の授業、そうなんだよね。すごいね、楽だね。最愛はね、あれだよね、吉高由里子さんが出てるドラマ、すっごい綺麗で赤いねルージュつけてるんです。ルージュが似合う女と呼ばれてたなんて。髪伸びたでしょ。伸ばしてるの。美容院昨日行ったけど全然切らなかった。これくらいしか切ってない。整えてもらった感じ。すいて前髪は短くなりました。イエイ。一話面白かった？一話ね見れてないんだ。あ、再放送録画したわ。私さ、びっくりすることに自分の家のテレビ全然、自分の部屋のテレビ全然見てなくって、録画がねもうパンパンだったので、いつから録画されてないんだろうと思ったら、8月の最初らへんでもう録画がパンパンになってて、だからもう2ヶ月くらいは見てなかったんだねテレビ。もうね全部消した。だから全部消して新しいドラマとか見たいやつを新しく録画し直して、また今も溜まってるでしょう。土日に消化しようと思う。そう溜まっちゃうの。容量もさそんなないんだよね、うちの私の部屋のハードディスク。見なきゃ。でもあれは見た。ちょっと待ってね。テレビ自然につく現象は治った。治った。自分が出た音楽番組はたまに見ます。家族が見てたらちょっと見る。でも私昔からそうなんだけど、まあ、雑誌とかもそうなんだけど、実はあんまり自分の写真とか、自分の顔とか見るのがあんまり好きじゃなくって。って思うかもしれないし、バラエティとかも絶対見た方が勉強になるから頑張って見るんだけど、なんかねすごい嫌な気持ちになるの、自分の顔見ると。だからあんまり見ないです。ビンゴは頑張って見てた。自分が喋ってると嫌だなと思いながら見てた。た
番組もあんまり。で、なん、そう、録画されてたやつの中にさ、高校野球好き芸人アメトークのがあって、ちょうど最近さ、その野球に関心を持ち始めて興味が出てきて、ダイヤのエース見始めたからね、アニメの。そんな時だったからすごいさ、嬉しかったの、見つけた時で見てみたんですよ。超いいね、もう超いい。早くまた始まってくれないかなと思って。次はサッカーだね、冬サッカーありますけど、もう野球も楽しみになっちゃった。高校野球もうめちゃめちゃ良かったな、泣いたもん、アメトーク見ながら。そう、甲子園の前にやったやつだから、あれすごい前のやつなの、7月ん8月くらいのアメトークなんだけど、良すぎた。7月かも。めっちゃ泣いた。アメトークで泣くってそうなのよ、すごくない？よかったね。なんかすごい熱い気持ちになりました。ハンカチ王子ね。青足もまだ読んでるよ。あやなんがレイちゃん妹だって言ってた。嬉しい。もうあやなんさんと早くご飯行きたいから誘います。そう、アメトーク泣ける番組だっけって思うじゃん。やっぱね、球児たちの涙を見てるとね、もう本当に泣けてくるんだよね。最後さ、あの甲子園のテーマソング、熱血甲子園のテーマソングを流してたんだけど、アメトークで、なんかもうそれも見ながら泣いちゃって、うん、熱闘甲子園か、熱闘甲子園のそうテーマソングが流れて、あやなんこの前ムランボン食べてて、あ、本当に、そう、あやなんさ確かにスンドゥブ載せてたわ、ストーリーに。ダイジェストで泣けるのすごい、すごくない？すごいよね。うん、おさむさんどうもありがとう。おさむさん、この間のしばらく話してないんじゃないですか、お話し会。さんも話したいな、心配だよ。元気にしてるかな、おさむさん。ありがとうだわ。またお話し会来てね。ショールームでスンドゥブ食べてた。あ、そうなんだ。あるよ今。全部食べたかも私。今日チャプチェ食べて、昨日スンドゥブもトッポギも食べた。チヂミも食べた。これ全部食べたわ。もう全部美味しかった。やっぱね、でもチャプチェがすごいおすすめかも。餃子の皮ももちろんおすすめなんだけど、モランボンさんの餃子の皮ね。ね、チャプチェもめっちゃ美味しいからね、ぜひ食べてみてほしい。めちゃめちゃ美味しい。今日はチャプチェ食べたんだけど、私は白滝で食べたくて。そうだから春雨と白滝入れて、白滝ゾーンとちょっと春雨も食べたんだけど、やっぱ美味しかったね。本当に美味しかった。いっぱいもらっちゃった友達に。JK 韓国料理大好きだからさ、トッポギとか
あとねチヂミもすごい人気だった。チャプチェも人気だった。チャプチェはもう春雨が入ってて、で野菜が入ってる具もなんか調味液も入ってるから、まああとはお肉的要素があれば美味しく作れると思います。あとピーマンだ。あそう、なんかねピーマンが冷蔵庫になかったから、あ今日チャプチェ食べたかったけどピーマン買ってきてからにするかと思っててお母さんにその話をしたらね、なんと家にピーマンがなってたの。家で育ててるんだってお母さん、初めて知ったんだけど。シシトウみたいなんだけどさ、見てこれピーマンなの。シシトウみたいだよね。苦味もねあんまりなくってすごく美味しかった。美味しく食べれました。ピーマンが得意じゃない私も。動画撮ったんだけど、そうで、ね、ピーマンを収穫したんです。すごくない？うちのピーマン、そう長細いの。普通に売られてるピーマンってなんであんな形になるんだろうね。ししとうじゃ、でもししとうじゃないの、ピーマンなので、ししとうは食べれないの。でも味はピーマンでしたね。シシトウに見えるよね。ピーマンが違うのかな。ふう超嫌じゃん、超嫌じゃん。生のピーマンにつくね入れて食べるとおいしい。ああ美味しそう。気合入った青唐辛子気合入った青唐辛子。モンブランのこの葉包みといつもの包み方どう違うの？いつもは自分の、ま、餃子があるとして、包むときに手前側を包んでるのね。自分側をねこう折りたたんでいくんだけど、この葉包みは自分のなんだろう、自分側と逆の方を使って包む。自分側で包むと親指を使ってやるんだけど、人差し指を使うんですよねこの葉包みって。モンブランやばい、ごめんなさい、やばいやばいって、モランボン、モランボンだよみんな、モランボンって聞こえたよね、モランボンって聞こえたよねみんな、モランボンだよ。そうそう、モランボンさんがさやばいよ本当に。私寝ぼけてるんですよね、やっぱ今2時間前に起きて寝ぼけてて、
バラをこの花摘にしてた話どんな話やん。アンビュランス配信アンビュランス配信やばい。アンビュランスってどういう意味だったっけ。急患だっけ。あれだよね、 あの救急車にアンビュランスって書いてあるよね。救急車って意味か。救急車に書いてあるの 見たこの間。アンビュランス、タタタタラタ、タラタタ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 。トゥル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 。広い宇宙のねえ、フリスクのさ、このスペースって何？ちょっと分かるかな。ここのスペースが何か分かんなくて、いつも分からん。あ、取りやすくするためか。なんか入れるのかと思った。私出しすぎちゃう時あるじゃないですか。出しすぎたやつを一時的に保管するところかと思ってた。お気に入りのフリスク入れるとか。お気に入りのフリスク入れるの？そこに。宝物入れ。色の違うやつそこに入れてくれ。ほら、非常用のフリスク。一回舐めたやつ、後でもう一回舐めるよ。はあ、面白い。モンブラン入れる。入らん。もう入れたいからやめてよ。なるほどね。キモい言うてる人いる。抜けた歯入れるのでは。間違えて食べそうで。一度舐めると他のとくっついちゃうもんね。そういう話じゃないんで。ああ面白い。形の綺麗なやつ見つけて入れるよ。全部一緒、全部一緒だよ。ああ面白い。この間宝物箱を見返したら、友達がね AKB のオーディションにを受けるときにくれたお守りが出てきた。懐かしい気持ちになりました。ね、私の宝物箱可愛いから見て。見て可愛くない？これ小学校の時からこれ使ってんの。これに貯めて貯め、あの増えてくんです。これ宝物が。そう、ちょっと収納付きの椅子に座ってる今。なんかね、
紙とか入れてるの。かわいいお手紙、これかわいくない？これ小学生の時に、小学6年生ってさ、1年生の担当みたいな、担当者みたいになるじゃないですか。でいろいろお世話っていうかお手伝いとかするんだけど、その仲良かった女の子がくれたの、手紙をね。これ見て、かわいいから。超かわいくない？こんなお手紙もらったんだよ。レイちゃんへ、いつも支度手伝ってくれてありがとうね。うちの弟はね、何歳かというとね、4歳なんだよ。今幼稚園なんだ。大好きだよって。で私の似顔絵描いてくれて、かわいくない？弟の年齢教えてくれたよ。超かわいくないね。確かにこの時からポニー、そう、小学校も結構ポニーテールしてたかも。あとなんか横でポニーテールしたりもしてた。これ友達がくれたね、お守り。これオーディションの時にね持ってたの。そうそう、手紙もね。嬉しい。レイへ、いよいよ本番だね。うちも結構緊張してるよ。まあレイなら大丈夫、6年間一緒のうちが保証する。プレッシャーだったらごめん、わら。レイが持ってるもの全部出し切れ、絶対1位指名って熱いコメントです。まあね、うん、大丈夫だ。きっとレイはめっちゃ練習してきてるから、自信持ってドラフトに挑んできてね。超応援してるからって。優しい。こういうのも全部撮ってる。この見返すの好きなの、みんなからのお手紙とかもよく見返してる。優しい。私の友達ってね、みんな優しいんだよ。本当に本当にね、いい人に恵まれてるなって思う。環境が良すぎる。そう、難しいよ。転校しちゃった仲良しの小学校の時の友達の手紙とかもあった。え、やばい、時代感じる。やばい、なめこ、なめこだ、なめこ。めっちゃ時代感じる。小学校の時に流行ってたなめこのシール。あー嬉しい、みんな優しいこと言ってくれる。そう、なめこのシール。あとはさ、なんだろう、飾りみたいなものが多いんだけど。あ、これまなかちゃんがみんなでお揃いで買ってきてくれた新潟のお土産も入れてる。これ万華鏡みたいなの、綺麗なレルヒさん。これ新潟のね、レルヒさんっていうマスコットなんだよ。とかとか匂い玉とかさ入ってるわ、懐かしいな。やば、 SD カード入ってるんだけど。なんで、なんでかな。懐かしいわ。まだ見返してんの、いっぱい入ってるよ。何のデータなんだろうね。何のデータなんだろうね。分からん。
大事な大事な秘密かもしれない私の。スティック海苔はスティック海苔は友達が頑張ってなんか練り消し作ってくれて見てくだらなすぎてこれ授業中のずっと寝てたらしくてこれくれてこんななんかこんなことのために頑張ってくれてたんだっていうくだらなさと面白さで宝物箱に入れました。これずっと寝てたらしいよ授業中汚い汚いんだけど本当くだらない。ちゃんと授業受けてほしいまあね、これをなんかプレゼントしてくれたんで入れてんのそれすぎるでしょ。これをちゃんと大事に取ってあるでしょ。一回宝物箱に入れたものは出さないんですよ私。今は宝物じゃないかもしれないけど、その時の私にとっては大事なものだったから、その昔の自分の気持ちを大事にするために出さないの宝物箱から。これは出さないんです。だからね、今見たら全然なんでこれ入ってんのみたいなものも入ってるたまに そういうのはね断捨離しない。確かにしないね。そうそうそう、懐かしい気持ちになりますね。ドボンしなきゃ、やばいやばい、どうぞ溺れた。ドボンしなきゃ、やばい、もう話しすぎた。ドボンしますよ、ドボン。さあみんなドボンだよ。アプリを開いて。いっぱいやるね、今からいっぱいやるから、みんないっぱいやるよ。とにかくまあ明日もドボンしようかな。わかんない、何時からどれくらい配信できるかわかんないんだけど、もういっぱいやる。もう30分間しかないからめっちゃやるだからみんなめっちゃやるから、とにかくもうバンバン入っていくから、みんなもチャレンジしてね。入った今、よし頑張るぞ。挨拶ちゃんとしてね。ランダム。そうする。22時まで1時間半近くもさ、私ゲームしててもさつまんなくない？私喋りたいんだよ。口から生まれたらしい私お母さんに言われた、あんたは口からで生まれたんだよって、そのおしゃべりで
たいおしゃべりなんだって言われた。今こそ落ち着いてるけど、小学校の頃ずっと話してたからね、一人で自分の話ずっとしてたの。本当におしゃべりで、口から巻いたんじゃないのって言われた。すごいでしょ、それくらい。あ、今日福留みつおさん、みつおさん、福留みずほちゃんの生誕祭、生誕の日生誕の日生誕の日です。全然おとなしくないよ。誕生日出てこないのやばいよね。レイちゃんそのギャップがいいな。そうかな、今ドモンしてる。やばい、上がっちゃう上がっちゃう。イエーイ、上がった、ストレート上がり。ラップバトルはね、ラップできないよ私、韻踏めないもん。ラップバトルやってる人すごいよね。ラップやってくうちにさ、韻踏めるようになるのかな。もぎさんうまいのよ。そう、もぎさんうまい。やばい、初っ端で8を出すとかいう最悪なことをしてしもった。なんてことでしょう。何本トロンボン。バンド H 777777。まことにすいまめん。やだ、オートじゃないよ、ちゃんとやってる。いっぱいスタンプ送っとこう、オートじゃないよって。777777。ありがとう、オリゴ糖、甘納豆、微糖。オートじゃないやつ。でもオートにしてたら分かんないの？オートにしてたらオート中とかなんないの？出し方でなんとなくわかるんだ。違うんだ出し方。へえ。あ、残念。時間指定ね。まじ、そうだね。せっかく配信でやってるなら時間指定した方がいいか。逆に配信してない時だったら。この時間帯どもやりますって言えるもんね。そうするか。じゃあ時間指定するね。ちょっと待って。タイムイズだっけ。じゃあ44分00秒。
44分00秒に出撃します。時間をないで合わせるか。タイムイズ。よし。と、ああ、文吾さん知ってるわ。文吾さん。イエーイ。ネモハモルーマーのスタンプあるんだよね。それやったー、だったね。コメントしてて送れた。あ、オンタイムで押した、押せたはず。押せて会ってくれ。わあ、なんでリバース出したの？愛し合う二人、幸せの空。うわ、上がった上がったな。文吾さん、せっかく隣なんだからさ。隣同士あんくらんぼ。次はじゃあ46分ジャスト。46って感じですね。遅れた、ごめん遅れた遅れたけど、みんなごめん。でもなんかいる、よかった。デモンさん歌ってる時の声すごい可愛らしい声になるよね。あー、私そうなんですよね。なんでだろう。まあ可愛いからしょうがないね。間に合わなかった、ごめん。分かった、もう少し時間いけるようにするね。そっか、私と会えなかった人もその間やってるもんね。ごめんね。そうだね。事実だからと思って。やめてよ。そうだ、ネタになんないんだ。なんないんだ。じゃあ40いいの？ドボドボ49分にやります。テンションがいい。今日はノリがいい。49分あと5秒ですね。4321。はい、よし。あ、レアルンさんとオギャリンさん。あ、オギャリンだ。オギャリン、レアルン、レアルン、ヤッホーヤッホー。30代がレイちゃんに恋するのは犯罪ですか？犯罪じゃないです。
んかバーストしちゃった。ごめんおギャリーン、ごめんね。私のせいじゃないよ。レイのときめきがレイちゃんだったと思います。いや、オギャリン向かいだった、レアルンがやった。なすりつける。レアルンがやったかな、やったじゃない。細かくビブラートしてるの私の声って。はあ、そうですか。次は50、51分、あと5秒54643241。逆算できてない。お、すごい、全員私だよ。ペコさん、あとナオさん、あと福さん。やばいじゃんこれ、初めてじゃない全員私って。嬉しい、お疲れちゃいっぱいしちゃ嬉しいよ、ありがとうみんな。すごいわこれは、スクショさせて。ちょっとよし、エリーちゃん見てる、嘘。エリー、はい。How are you doing? エリー。レイリマナズンの LINE グループにメッセージ送っても、マナカちゃんとズンちゃんってあんまり返信してくれないんだけど、いつもエリーは返信してくれる。エリーしか返信してくれない。ずんちゃんあんま携帯見ないし。 Hey what's up? 確かに。 What's up? エビ本当にいいの？どこで見つけたのみんな？ね、やばいんだけど、ねここって私推しだよね全員。なんかみんな3枚とか2枚のね、私7枚持ってるんだけど。どういうことですかねこれは。うん、本当にやめてほしいな。どういうことかな、みんなどういうことかなこれ。ガチでやられた、ありがとう対戦してくれたみんな。次はじゃあ54分にやりますね。はにゃ、おかしいな、はにゃ。ビリだった。今日は誕生日ウィークらしい。あと4321。お、あつきさんと、佐藤氏の方もいるね。ありがとうございます。今からインストールしても間に合うかな、間に合うはず、間に合わない。明日もやるからよかったら明日やってみて、今日練習して。ボーダーの T シャツを
裾から覗くおへそ。たた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 チャンス逃せないの。ごめんと笑いかけて走り寄る眼差しに、マジで恋しちゃいそうな約束の 5秒前。上がったんだけど、やったん。まあすぐ終わっちゃったな。じゃあ次は57分。ドボンするか迷ってた。ドボンできたの？やばい、これこそ忖度ありがとう、嬉しいよ。いや57分ですね。あと30秒くらいかな。やばい、ローディング、ローディング、待って、ローディングがやばい、ローディングがすごい、ローディングがすごいから58分にする。ちょっと待って、58分にしよう。ローディングしてる。よし、できた、できたけど58分って言っちゃったから58分にするね。焦る焦る。危ない。花びらのように散りゆく中で、夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて、生まれ変わってもあなたに会いたい。Say yay yayイエーイ、あと1秒、よし。イエーイ。お、雪圧れいちゃん推しさんとまさまささんとまいたいさん、待って有名人3人ともよくショールームに来てくれてるみんなですね。嬉しい。ゆきあつさん、ますますさん、まいたいさん、ありがとう。13人選抜常連さんじゃないですか。すごい、こんなことあるんだね。テンション上がるね。明日山手線止まるんだって、みんな気をつけてね。私も気をつける、電車乗らないけど。いや結構強い、強面、強面、なんていうの、強い有名人がいっぱいいるよ。やばい、マイタイさんが1枚だからスキップしちゃった煽るやつ。あー、ドボンされた。
ックフォンされた。なんか誰かいたかも今。はあ、録音されたって言わなきゃね。じゃあラスト9時1分、なんかメンテナンスみたいなのあるんだっけ、ゴールデンベッドタイムで。うん、9時1分にやるね。花になろう、ママなんで寝るのだろう、やばい寝るのだろう、ロトルロー。じゃあ21分1秒、21時1分。オギャリン、コウキさん、オギャリンさん、え、2回目じゃない？すごい。オギャリンさんとコウキさん、ありがとう。誘われた私はカブトムシ。やったね。ラストはオギャリンさんとコウキさんでした。上がりたい。最後は綺麗に上がりたい。ピンク出して、ピンク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 出してピン、あー待って、ごめん、うるさい。ミオンさん推しの方にドボンされた。ドボン名人らしい、この人。ミオンさん推しの方にドボンされました。くっ、ガチャやろうかな、コイン溜まってるし。ピックアップガチャだ今。チーム A、 あ、やばい、 L の S、 L L の SR L の SR 出た、やばい。横山さんの SR、 あとミオさんの SR も出た、やばい、熱い。ゆかるんさんを当てたい。チーム B いきます。よし、あ、待って、いるよ誰か。あ、ハータンだ、かわいい。 3.141592。 うれぴよ、あー、ゆきりんさんがいる。胸圧展開、あ、チームケン引いちゃった。メグミン来い、メグミン来い、メグミン来い、よし来い、メグミン、あ、メグミン来た、メグミン来た来た。待って、オカリナリボンここにつけてるのめっちゃ可愛いんだけどここにリボンつけてるんだけど、オカリナ、メグミンのいいカード欲しい。あ、何、そういうことか、そういう髪飾り、カチューシャなのかこれ。ここにリボンつけて、かわいい、かわいいです。コインめっちゃあるの今。お金持ちなんだ。A 引いたらジュンちゃん SSR とアヤナ SSR 出た。すごい、2個もあんの。
すごいいっぱいあるわ。45万持ってる今。459,796円。ドボンではこんなにお金持ちなのに、現実の私はお小遣い制で厳しいんです。悲しい。小遣い制だから月月末1週間とか500円くらいで生活する月ある。やばくない？よく生きていけるよね。生きていけるんだ。それでも小遣い制なの。言ったらもらえるけどあんまり痛くない。お金の話はあやなの妹だから。だからそういう時はどうしてるかな。自販機行く友達についてって買ってっていう。ね、私この水飲みたいって買ってもらう。あんま使うことないんで、使うと思わなきゃ使わないでもう生きていけるからさ。自分のもの買わなければお金使うことないので。そういう人いるよね。そういう人。私あんたに何本ジュースおごってんのみたいな言われたことある。ごめんごめんありがとうって言って買ってもらう。使う、私ね、使う時にめっちゃ使う人で、買うときにめっちゃ買うんだよね。何にお金使うかって、まあご飯も使うけど、まあ最近はあんまご飯行かないから、あんまそれに飛んでいくことはなくって、なんだろう、薬局が好きで、私薬局行っていろいろ買っちゃうんだ。なんかこの美容液買ってみようとか、なんか新しいサプリ飲んでみようかなとか。薬局がとにかく好きなの。そこで買っちゃう。漫画はね、図書カードがある。そう、ドラッグストア。ポイント5倍の日とか狙う方？狙うね。でも大体今クーポンで支給される。ポイント5倍とか 10% オフとか、そういうのでね買っちゃうんだよ。みんなは何に使っちゃうかね。食べ物、夢、飯川お話し会。リアルだな。リアルだな。お財布にショップカード何枚ある？めっちゃあるよ多分。
30枚くらいあるんじゃない、別カード、カード専用のポーチもあるから、まあ、それはもう普段持ち歩かないんだけど、持ってるショップカードって言ったらもう30枚以上あると思う。ゲームに30万課金したの？すごい、それすごいね。お話し会何回来れたんだろうね。何回私と話したんだろうね、その30万で。何に使ったっていいだろうって感じだよね。ちゃんのために働きます。働いて。11月3日、そう11月3日コスプレするから、ハロウィンでめぐみんと草生えすぎてヤギ帰る。ウケる、草の有効活用してる。30万って1日独占できそう。確かに1日だけあなたのものになっちゃいます。3日参加するようだって。お、何やるかまだね、見に行ってないの。2人で、もう2人で買いに行こうって話してるから、楽しみに。何にしようかな。明日お姉ちゃんにお誕生日プレゼント買いに行く。お姉ちゃんと買ってもらう。リップが欲しいの。リップクリームじゃなくてルージュの方だから、一緒に見に行く。面白っ。そうだよ、うちのお父さん人気映画好きすぎて、アマゾンプライムのおすすめ出てくんだから。やばいよね、あなたへのおすすめ全部人気なの、バーって。弟とかがアニメ見始めたりしたから、私も恋愛映画見たりするし、ちょっとマイルドになったけど、ちょっと前は、少し前はね、もう全部人気映画だった。なんかこう書道みたいな赤い字でなんとかかんとかみたいな書いてあるやつ。治安悪すぎた。おすすめの、人気ラブコメ。あ、いいね。同じアカウント、お父さんのアカウントで見てる。お父さんプライム会員だから。何さんだったかな。大友康平さんかな。違うか。あれ、なんかすごい似てたんだけどな。違うか。確かに歌手の方なんだよね。日本統一見てるわ。
みんなサングラスつけてるか分かんないや。そう、ダヒョンの人だと思ってダヒョンって調べたら音も声が出てきた。ごめんなさい、ちょっと間違えちゃいました。日本統一ってめっちゃあるじゃん。43まだある。44まだあるわ。日本統一48まであと4話。日本統一48とか見るわ、さすがに。ちょっと待って、大友康平さん人気映画出たことにしちゃったの、めっちゃ失礼すぎ、失礼なことをしてしまった。人の名前を間違えるという。父さんのおすすめだから日本統一が好きなのかな、きっと。それがなんかおすすめに出てきてた。何見てんだろうね。もうもっぱら日本統一見てますよ多分。父さん癖強すぎ、わかる。白縁メガネ、え、全然全然紺の青紺みたいなメガネ。何回統一すんねん。それな、白スーツ。もうその業界の人。いや前髪やばくない本当に。うん、大丈夫そう。なんかタワー来てた。ちょっとめっちゃ遅くなっちゃったかも、もしかしたら。ごめんなさい。しかもなんかギフトが見れなくなってる。ちょっと待って、多分ね、アッコニョンさんだと思うんだ。アッコニョンさんありがとね。クマタワーかわいいアバター。何それ、なんだろう、かわいい。ありがとう、アッコニョン。ごめんね、気づかなくて。申し訳ない。ニョンニョン、アッコニョン。ありがとう。それ、小沢。さあ、何さんって言うんだろう。その小沢さんが書いてあったキャストに仁さん、イエス。質感似てる。ゴールドのジャラジャラしたネックレスしてないですよ、してないよ。ビーバップハイスクール。
もあれだよね、指詰めるぞうわみたいな感じの映画ってことだよね。私見れないな、きっと。牛島くんとかも見れなかった。見てたんだけど途中でやめちゃった。スクナの指スクナの指姉ちゃんに指詰められたら3分後には治りそう何言ってんの。みんな大好きなんだから、私のこと。でも私のね、友達がね、牛島くん好きだったんだよね、小学校の時。女の子なんだけど、すごいよね、小学生から牛島くん見てんだよ。心の優しい子に育ちましたけどね、今でも大親友ですけど、なかなかな、なかなかじゃない小3くらいで見てたよ、牛島くん。なかなかパンチ強くない？小3にしては。いろんな世界知っちゃうよね、小3の時点で見せていいのかということはあるよね。うん、島くん見せたね、友達。ちょうどさ、再放送とかしてたんだよね、3時4時くらいに。当時、まあ、ちょうどもう学校から帰ってテレビつけたらやってるみたいな感じだったから見てたっぽい。うん、内容理解ね、それね。ドラマ見てた。そうだよ、お金、そうそうそう、怖くなるよね。私も怖いもん。闇金の話。あ、静かなるドン。え？あれ？静かなるドンってうちに漫画あった気がする。あ、ないかな。あ、漫画アプリで表紙見ただけかもしれないけど。忘れちゃった。漫画アプリで表紙見ただけかもしれない。なんか上位にあった気がする。俺の家はクレヨンしんちゃん禁止だったけど、牛島くんは考えられない。そうなの、私の家もクレヨンしんちゃんあんまり心よく見せてもらえなかった。見てたけどね。南の帝王、あ、聞いたことある。でもあの絵が浮かばないかも。カイジは見てましたね。カイジは金曜でやった次の日とか、次金曜ロードショーのだから月曜日とかに友達と、カイジ見た友達で集まってジャングルジムの一番上でカイジの話語り合った思い出覚えてる今でも。カイジの話した友達とジャングルジムの一番上で座りながら。南の帝王、ざわざわ
カイジもドキドキするよね。ライアーゲームとかカイジとかさ、ハラハラドキドキするよ。イカゲームはねちょっと怖いらしいから見てない。キンキンに冷えたよ。金と銀がカイジの前の作品。あ、そうなんだ。キンキンに冷えたコーラ。ちょっとグロい感じなんだイカゲームって。なるほどね。あ、スペックね。スペックも見たいんだよね。でもなんかあれ、ああいうのってなんて言うんだろうね、なんか怖いみたいな。ホラーじゃなくて夜見たらなんか怖いみたいなドラマ、ちっちゃい時からちょっと苦手で、大きくなってから見れるようになったんだけど進んでは見れないんだよね。でもね興味あるの、興味あるんだけど見て怖くなっちゃうんだよね夜とかに見ると。あれも私ちょっと怖いなと思いながら見てた。欅坂の時のドラマ、テチが主演で遺体をどうするかみたいなドラマ、あれもちょっと怖くて昼間しか見れなかった。なんだっけあれ、あなたの番です。わかる、怖いよねあれ。徳永大五郎を誰が殺したかみたいな、そういうドラマだった気がする。徳山大五郎か。そう、あれちょっと怖かった。れいちゃんが好きなドロドロ系ドラマ逆に辛くて見えます。確かに誰かが必ずね傷つくからね。ドロドド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 ロドロ系また溺れちゃった。サスペンス、あ、そうサスペンスが苦手なのかな。怖いの見た後8時間くらいしか寝れない。寝てるやないかい、寝てるやないかい。デュンクラスは見てない。真犯人フラグ録画したよ。夜見ない方がいい。幽霊系はね絶対無理。今日口も洗うよね。そうなの。なんかさ私すごい思うんだけど、いつも次々とその名前なんかコメント呼びながらポンポンそのコメントに対して返信してるとめっちゃ配信者っぽいと思う。なんか買い物見た後は電気つけて、わかる、そうだよね、かなりドキドキするね。そうだよね、ドキドキするよね。昼間がいいね、確かに昼間がいいかもしれない。ゾンビ系は、あ、ゾンビ系はあんまり好きじゃないかな。あ、なんたくさんギフトありがとうございます。あ、なんたくさんありがとうございます。あ、なんたくさんまた来てくれた、ありがとうございます。こんな感じ。配信者っぽくない？急に始めちゃった。そうそう、ギフトに。めっちゃ早口。TikTok とか見てると TikTok ライブとかがよく流れてきて最近。そういうの見て。ナズナマシンガントーク、そう、ナズナちゃんって結構ようだよね。ようのコミュ力高い系だよね。確かに、確かし。
問募集、え、質問あります？逆に。全然答えますよ。でも質問ある？私に。YouTube はね、やんないかな。個人の TikTok アカウントは昔あったんですけど消しちゃいました。なんか学校の友達に見られててちょっと恥ずかしくってやめちゃった。結構つる系多いじゃないですか TikTok って。ちょっと恥ずかしくなっちゃうんですよね。キャベツとレタスどっちが好きですか？レタスです。使ってる香水は今ね、なんかディオールのプレゼントでいただいたんだけど、なんかディオールの5個くらいちっちゃいディオールの香水が入ってるやついただいたので、それの一番好きだったミスディオールブルーミングブーケっていうのを毎日つけてます。すっごいね、フローラルの香りなんですけど、すっごいいい匂いなんですよ。ちょっとなんだろう、なんだろう、甘酸っぱい匂いっていうか。めっちゃいい匂いなの。私の匂いこれなんだなって、もし見つけたら嗅いでみてください。そう、プライベートの、そうそう、お仕事のやつでもらったんですけど、このリハはまだ始まってないけど来月から始まるかな。ブルーミングブーケ、いい匂いなんだよ。パッケージも可愛くない？ ちっちゃいんだけどね、これミニのやつだから超ちっちゃい。これくらいが持ち歩きにはちょうどいい。香水毎回する握手つけてて、ああーそうだったんだ。確かにあやかちゃんいい匂いしてたわ。だからか、私の好きな匂いだったからか。どういう基準でメンバー選ばれたんだろうね。確かに、まあでも仲いいというか戦友というか、昔から一緒にね活動してる方だったり、まあ、ネモハモ選抜だったり、仲いい後輩とか、まあ、いろんな基準があるんでしょうね。横山さんだけで選んでるわけではないと思うし、あの何人かしか出れない分、すごくね横山さん自身も多分胸を痛めてすごい悩んで決めた選抜だと思うので、ね、本当 そんなところに入れていただけてありがたいなって思います。うん、そうだね、難しいと思いますよね。本当私でも選べないもん。おそろっちの香水買ってみようかな。買ってみて、おすすめ。まなかちゃん喜んでたね。嬉しいよ。私もてか最近まなかちゃんとお仕事一緒になることが多くて嬉しいんです。うん、まだやってた。なんか今日はちょっと喋ってるね。久しぶりだから話しちゃうわ、いっぱい。週末にキスをしようぜ。香水つける男性はありですか？ありです。つけてなくてもいいし、つけててもいい。
私は波乗りかき氷、ゆいはんさんからちょっと教えてもらったんだ、レッスンの前に。優しいよね。難しい曲だからさ。香水飲む男性もあるんですか？あり、ありです。週末に気づくしようぜ、それまで。そうなの、ゆいはんさんのポジでね、波乗りやったの。あの時の波乗りの写真ありますよ。それまでお預けの家、君に走り寄り腕の中で、週末にキスをしようぜ、平日の二人の家、あともう少しで君のことを抱きしめられるよ。イエーイ、039。今日中間終わった。あ、お疲れ。私も終わったよ。疲れ。あ、リハの音聞こえてた？私だった。ちょっとムチムチしてるこの時。世界中の恋人たちが会えない時間に愛を深める。ソロか。ソロはね、あんまり撮ってないんだよね。あ、なんか撮ってたよ。全身。そう、鏡で撮ってた。よかった、撮ってて。スイカ、スイカベイビー。あ、私ね、猫取ってないの。許してにゃん。確かに。じゃあメールで送ります。キンキンに冷えたコーラ。うはってやばい。ね、反応としてウハはやばいよ。ねえ、みんな許してにゃんでこんなに反応してくれるの嬉しい。ウホもやばい。うへへもやばい。私考えたよ。考えましたよ。嬉しいな、アイドルってすごい。ねえ、あのよ、白い目。怖い人しかいない。何でも可愛いって言われる。何でも可愛いって言われるの。なんで。
可愛いからか。やば、テンションおかしいって今日。何でも可愛いって言われるし、毎日毎日可愛い可愛いってみんなから言われるから、なんでだろうって思って鏡見たら可愛いからだった。っていう友達がいた。っていう友達がいてびっくりしちゃった。レスポンスに変わる。確かに。さとちゃんじゃん。そうそう、さと。自分今日も可愛いって意地でも思わないと仕事ついちゃって、そうなんだよね。可愛いって思わないとステージで輝けないから。可愛いって思うように頑張ってる。可愛いって思うように頑張ってます。香水はね、ディオール、ミスディオールブルーミングブーケ、でも私ラーメン屋さんとかよくね、小学校の時ラーメン屋さん行ってたんだけど、鏡があって隣にこう壁が鏡張りになってるラーメン屋さんの一面だけ、その壁が鏡の席によく案内されて、でも家族でラーメン食べてる時にいつも私横の鏡見ながらラーメンこうやってすすってて、お母さんに怒られてた。ラーメン食べてラーメン食べてて鏡見ないでってよく言われてた。結構やばいよね、自分好きすぎない。正直ね、小学生の時は本当に自分が一番可愛いと思ってて、世界で一番可愛いと思ってた。そしたらね、 AKB 入ったら全然違くって、どんどん自信がなくなってっちゃった。そう、昔は結構好きだったんだ自分のこと。本当世界で一番可愛いと思ってて、友達に言ったの小学生の時。多分世界で一番可愛いんだよね私みたいなことを言ったっぽくて、なんかそれをなんか小学2年生の時とかだよ、なんかクラスの男子とか女子もいる中で、なんかだってほらレイさ世界で一番可愛いとか言ってたじゃんみたいなこと言われて、すごい恥ずかしくなっちゃって、その時そんなこと言ってないよ、なんで嘘つくのって泣いた。やばいよね、頭おかしかったからさ。やばいよね、泣いたんだけど自分で、言うなよって話じゃない。恥ずかしくなっちゃった。汗ごめんね、その時の友達。
あとほかすぎるよ。本当だよ、可愛いエピソードだよね。自分の好きなところは目の色ですね。瞳の色は大好きです。でも徳永レミちゃんもすごい綺麗な色で、あやみんもすごい綺麗だし、まあ唯一無二の武器ではないなって最近思うわけです。まあ、あと肌の質感とかも好きです。女の子っぽい感じが。私は峯岸さんの肌が一番好きなんです。肌の感じがめっちゃ好きなの、峯岸さんの。ふわふわして白くてなんかふんわり女の子らしい感じがすっごい好きなの。肌の憧れてるんです、それに。ね、赤ちゃんみたいだよね。その赤ちゃんみたいな感じがすごい好きで、卒業される前に一回でいいから触りたかったな、峯岸さんの肌って思ってる。いつも見てるだけだった。そう、わかる。そうそうそう、セナタンとかセリカさんとか、うん、わかる。ハータンとかね、そうそう、そういう感じ。そうなの。もうチャンスないかな。触るチャンスないかもしれないですね。何の話しようかな。公演前に日焼け止め塗るの？わ、すごい。スタバで勉強した時マックは開いたの？スタバはね、学校帰りだったからマックは開かなかったです。10分で22時、OK。肌触ったメンバーいるの？エリーとか。エリーとかもね、綺麗なお肌。来月あたりから公演出ますね。楽しみに。私は久しぶりすぎて不安ですけど。先輩？あとかよちゃんとかもめっちゃすべすべ肌。あ、かよちゃんだわ。かよちゃんのね、肌めっちゃすべすべなの。え、ちょっと今すごいいいコメント。お誕生日用のタグある？あ、ハッシュタグ？え、ハッシュタグ作ろうよ。どうしよう。何がいいかな。ハッシュタグ
お誕生日の私の。スカイチカワイネちゃん絶対やだ。ハッシュタグ。レイちゃんついに18歳。あ、かわいい。ハッシュタグ餃子祭りはハッシュタグ餃子祭りは私じゃないんだわ。何がいいかな。西川モンブランやめてよ。ハッシュタグ「ハッシュタグレイちゃんペロペロやばやばすぎだよ」そう、西川レイ生誕祭2021と違うやつ。レイちゃんついに18歳も可愛いな。それにしようかな。じゃあ、ハッシュタグ西川レイ生誕祭2021と、なんか紙ないかな、なんかに書いた方が。キンキンに冷えたコーラ、ペンペン。じゃあ、ハッシュタグ。西川レイ。なんだったっけ、レイちゃん18、なんだっけ、レイちゃんなんだっけ、レイちゃんもう18歳だっけ、なんだっけ、もう中学生みたいななんだっけ、レイちゃんついに18歳。不安定なところで書いたから超汚いけど、ぜひこれを私の誕生日にハッシュタグでやってください。じゃあスクショ撮って、これ今よし、いいね。レイはひらがなにする。これみんなよろしく。配信のたびに言いますね。ではありがとう、提案してくれた方、ナイスです。18は半角、うん、半角、え、半角、半角じゃない、大体半角だよね、半角にしよう。18は半角です。
よろしくお願いします。計算天才、天才です、アリサちゃん。みんなありがとう、いっぱい案出してくれて、みんなの案も素敵でした。よし、じゃあランキング読みましょう。13位白チャーハンさん、12位マサ小林さん、合ってるかな、11位クロトさん、10位パニーさん、9位たけしグランバイヒーハーさん、8位ゆきあつレイちゃんウイルス感染中、アイル大好きかわいいお職人さんありがとう。7位まさまささん、6位ペコさん、5位福さん、4位くまさん、3位あっこにょん、2位おさむさん、1位もえもえさんです。パワーくれたあっこにょん、おさむさん、もえもえ、ありがとう。あ、待って、違うわ、クマがついてるタワーなんや、だからないと思った。ってことはもえもえとおさむさんがタワーくれたのかな。いや、あっこにょんも多分3位になるまでにたくさんたくさんいっぱいいろんなことをしてくれたよね。ありがとうございます。ではバイバイ、おやすみなさい。バイバイ。